かわいいガールジャパン。アフターエデンキャンペーン第2回は3年目サードアルバム3人ということで、はい、3にまつわる内容でお届けしていきたいと思います。はい、はい、私の子供の頃からの癖はですね、私は鼻がコンプレックスでもっと高い鼻になりたかったんですね。で、子供の頃から計画を立ててきっとつまめば高くなると、でもあくびをするたびに鼻は膨らんでしまうからきっとそれで膨らんでしまうんだって潰れてしまうんだと思っていたんですよ。だから私は未だにあくびをした後に鼻をこうやってつまむんです。絶対に。そうそうなんですよ。もうこれは悲しい癖で、あ、でもこうやってやってるのは絶対そうで、残念ながらつまみすぎて柔らかくなりましたよね。高くはならなくなりました。柔らかい北野さんのことあるけど残念。皆さんお気をつけください。私はね、飴を噛む。そう、ケイちゃんすぐ噛むよね。口に入れた瞬間ガリボリガリボリしてしまいますね、うん、これ癖ですね。初めてあのガリガリしてるのを聞いた時に何の音だってちょっと思いました。隣で飴噛んでた。飴はね、舐めるものじゃないんだよ。ケイちゃんあれ食べてるよって言ったら、あ、本当だみたいな感じで、はい、癖ですよね、完全に。はい、ガリはあのちょっと言われて気づいたんですけど、うん、寝るときになんか面白い寝方をしてるらしくて、すごいちっちゃくなって、はいはい、なんかまっすぐ寝れなくてこうなっちゃうんですよね。半分になってた。こうやって寝てますね、ヒカルちゃん。そうだね、キッてちっちゃって、うん、私初めて見たときちっちゃって思いました。もうちっちゃいソファーとかで一人でキュッて寝れるね、うん、あれがこう収まりがいいんですよね。はい、いろんな癖がありますね。メンバーのキャラって何ですかね。でもなんか私最初の頃ってなんかヒカルとかも結構おとなしいと思ってたんですけど、今は結構なツッコミが入るんですよね。そうだね、岡田さんそれ違うと思うみたいな感じで、ね、みたいな、なんかね、誰もが流していたところもあの鋭く見てる、拾ってくれるんだよ。そうなの、そこすごいよね。発言してもいいかなって。いいよ、全然いい。鋭いツッコミ大歓迎だよ。そう、でもたまに鋭すぎて、うん、今グサッときたって言われるんだけど、でもそれだけ見てるんです。はい、すごい。今までは観察してそこで止まってたんですけど、言うようになりましたね、うん、またちょっと変わったとこだよね。変わったね。ケイちゃんもオーバーリアクションになったよね。なんかこうなった、慣れたっていう感じ、うん、こうなんか親しい人にしか見せない顔なのかしら、うん、絶対見せない、うん、結構すごいオーバーだよね。うわーみたいな感じ、結構手も入っちゃうから。ダサい、ダサいの今の。これの方が良かったかな。違う、これの方がいいかな。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。バカラはそうだね、若干落ち着いてきたね。だそうそうか、そうです、うん、そう、あの全てなんだろう、ステージ立つ前とかもっとあわあわしてた気がする。もう全然大変でも、なんか今だとこうやるべきことは自分で分かってるから、うん、それを淡々とやってる。どんだけ子供だったの。私はなんかだってステージ立つギリギリでも、はぁ、あれ忘れたとかあったじゃん。あわわわわ、そういうのがなくて、あらららららら、ずっとね、こうやるべきことが分かったのね、うん、こうなるときはこうなってるからっていうのが、うん、自分の中でうさっときたね、今ね、できたね。やるべきことが分かってきたのかも。はい、こんな感じです。毎日が楽しい。いや本当にその通りです、うん、この言葉に嘘はないって。これはそうだね、ちょっと体が疲れてる時とかも、一人だったら多分一日疲れてるんだ、でも二、うんうん、人と会うとなんか自然と、あ、笑ってる私みたいな。そうなんだよね、あ、元気になってるって思う。疲れてる時こそなんかこう人と喋るってすごく力になるんだなって、うん、改めてやっぱグループっていう存在の大切さをそこで気づきましたね、うん、それを感じたな私、うん、3人でいたら空白の時間がないです。なんて言うんだろう、なんかそれぞれ、そうそう、それぞれ何かやってる時もこうどこかしらこう何をやってるか見てる感じがして、確かに今これ欲しいんだろうなとか、そうそうそう、で一人一人その視点が違うから、みんながみんなを助けられるというか、で助け合ってるよね、いつも助けてもらってる。何でも持ってる2人、そうなんだね、何でも持ってる、何でも差し出してくる、はいはいって。でもやるの好きなんだよ私と光る、そういうの結構面白かったです。3人っていいですよ。そうですね、この3人でやっててよかったなと思いました、はい、本当に。それでは以上、カラフィナでした。バイバーイ。せーの、かわいいガールジャパン。